さんさん、タコさん、ありがとう。どうもどうも、ドマさん、ヤス1983さん、クマちゃん、ありがとう。もう言っちゃったやつ。昨日はね、割と寝ましたよ。睡魔に負けて早く寝ちゃったので、昨日は睡魔に負けて2時半に寝てしまいました。2時半遅いか。でもそう、睡魔に襲われて、昨日本当は3時に寝るって決めたんやけど、3時まで起きてられんくて、目覚ましも設定一緒なのに、もう眠りかぶっちゃったから、動画見ながら、そうベッドで動画見ながら寝てしまってたので、やばいと思って、もう寝ようと思って昨日は寝ました。でも6時間弱ぐらいかな、寝たかな。そう、おけいちゃん、ハートありがとう。でもさ、普段8時間とかな、7時間から9時間寝たい人なので、9時間寝れるのが一番いいタイプなので、液漏れリップだよこれ液漏れリップやけど、もうなんかね、すごい詰まってるわ、うん、毎回ティッシュがいるんですよ、こうやって拭くのに。そう、いや9時間長いねって言うやん。大谷翔平選手12時間寝るらしいよ。寝た方がいいよ。いや多分これ全部こういうあれなんやと思う。だってさ、あれやもん、あ、これもう開けたら拭かんといかんから開けんけど、ティントの私、クルクル回して出るやつじゃないタイプやから、まあ液漏れしやすいよね。この時間めっちゃ眠気感じる。わかるよこの時間ね、確かに時間が悪い。そう思う。トゥ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 。どうもどうも、久しぶり、瀬戸たくまさん、元気？やっぱり家と宿泊先だと寝つき違う。いや一緒なんですよね、それが疲れてるからか、うん、そう。テルミンさん、こんばんは。心配だよ。どこでも寝れるタイプ、どこでも寝れちゃいますね、私は割と、うん、そう。でもなんか自分の睡魔が来た時間を逃しちゃうと全然寝れなくなるタイプなので、まあ、いや枕はね、いや枕変わるのは困るんよ。そう、枕が困るよね。低い枕だと眠れんくって、そう、立っても寝られる。いやめっちゃ眠かった、寝れますよ全然。うん、ご家族とは毎日連絡取ってる。マミーと取ってますね。うん、トマさん、タコさん、ありがとう。少しだけみたいなので挨拶だけして帰ります。いやだ、ダメです、じゃんけんまでね。今日はじゃんけんするんで皆さんね。じゃんけんさ、忘れたの多分初めてやと思う。だって忘れても一回ね、あれあったよね、一回さじゃんけん忘れた時もう一回配信したじゃん。でも昨日は気づいちょらんやったから、で755見て気づいたんよ。だからもう一回始めるとかそういうあれじゃなかったわ。うん、いや枕はさすがに持ち歩かん、だって荷物やもん。うん、6時間以上寝ると腰痛くなる。なんで。
配信するのも忘れてもじゃんけんするの忘れないでください。わかりました。ちょっと誰かのあれに似てますね。もう一回配信来るかなって1時間待ちとじゃんけんで。いや私はさすがに昨日は気づいてませんでしたよ。気づいちゃったら多分配信すぐにもう一回始めてるじゃんけんのために。うん、昨日本当に気づいちゃった。私は今宮崎にいます。あ、逆ですね。そのうちの代わりに宮崎満喫中。いいな、いいな。何しちょっと、お仕事、お仕事以外でなんかゆっくりできたりする？じゃんけん忘れるほど疲れてるやん。いやなんかじゃんけん、そうですね、昨日は確かに曲数多かったしね。確かイベント中にもう一度忘れてたはず。嘘やん。いやイベント中毎日ブンブンしたやん。イベント中は毎日ブンブンしてましたね。本気？ああ眠いかもしれない。今日はね、今日は途中のブロックのあれしてました。今日はねリハーサル通ししました。嘘、7分後にコメントした。待って、それはごめん。私は辛麺食べて、うん、夜は例のとんかつ。あ、例のとん、例のとんかつ、うん、例のとんかつ、例のとんかつってなんや。とんでもない報告していいって。うん、何、怖い怖い怖い。とんでもない報告ってなん、怖っ。リボンさんハートありがとう。今日から9周年と月末このレッスンに波動時並行始まったって聞いたけどって。私は昨日からでした。なんなら昨日から同時でしたよ。私は昨日あった1曲、昨日あったよ、月末のコンサート8のやつ1曲やりました。昨日からですね。昨日からっていうかもうちょっと前から始まってるんやない。私は昨日でしたね。うん、え、緊急搬送、なんで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 入院、なんでよ急に。たまにローソンとかファミマ無料のクーポン出るからコーヒーとグミタダでもらった。おー、お得ちゃんやな。ピーマンさん、ピーマン、こんばんは。ね、食べ物の名前がさ、あだ名じゃない、ニックネームの方ってさ、その食べ物が好きってこと？たまにおるやん。ピーマンさん、ピーマンが好きなんかな。あ、とんかつしのね、いいねいいね。ピーマン好きなんや。だからピーマン一番好き。今日はセブンイレブンの唐揚げ弁当。おお、唐揚げ弁当なんてあったっけ。あるか。うん、ハロー。野菜の中では野菜の中では一番好き。なるほど。とんかつ食べたい、とんかつ食べたいならもう宮崎来るしかないやん。うん、え、なんでマッチャさん、なんで、怖すぎる。え、でも無理せずに
ゆっくり休んでね。また教えて。うん、きっと多分ここに書くのは辛いと思うから、またどこかに書いてん。うん、びっくりした。なんで手術？宮崎でプッチョ見つけて買いました。お、最高やん。じゃあのグリーンピースご飯、グリーンピースご飯好き。頑張ってポニテ待ってます。そうだね、ポニテするしかないな、これはポニテするしかないね。シュシュがあった、ここに一個でもできるかな、ポニテ。頑張ってポニテね。オッケー。今日はホタエリオ、さすがに。いや、すぐに回復せんやろ。もうだって手術ね、明日手術よね。はい、ピーマンの肉詰め、ピーマンの肉詰めね。ピーマンやったら何が好きかな。あ、今はあれやけど、ピーマンあれ美味しいよ。キャベツとピーマン揉んだやつも普通に美味しい。うん、いや、ピーマンさ、めっちゃお家にある時期あってさ、もう2年前ぐらい、いや1年前あれめっちゃあれ美味しかった。え、今日なんか待って、マチさんめっちゃうまくいかないよ今日。あ、わかった、今日分け目変えちゃうからさ、あんまりうまくいかんと思うよ。もう分け目変えてるとか関係ないか。待って、あ、今週中に退院できる。よかった、よかった なんだ、ホイコーロー、ホイコーローかな、ホイ、ホイ、あれ、ホイコーロー、ホイコーロー、ホイコーローやね、ホイコーローやね。なに、石焼き芋いいね、香りにつられて。あ、回復するかな。サランちゃんってやっほー、ホイコーローかな、ホイコーローが回るだっけ、ホイコーロー、ね、でも低めだな。え、じゃあさ、今病院で見てくれよと。明日一人じゃなくて、ちゃんと友達と病院じゃなかった、ディズニー行くって。いいね、やっと。この間の友達、ホイコーローご飯が進む、ホイコーローってご飯、あー進みそう、確かに。ホイコーロー、ホイコーローってあれよね、キャベツとみたいな。あ、キャベツやっけ。なんか長くない？なんか長くない？これ絶対間違ってるわ。ネイル？
ネイルね、ネイル取れるとね、嫌よね。なんか変な毛ばっかり出てくるんだけど。十五分経過ありがとう。アイロンに服を挟むとシワが取れるので試してもら、試してもらっていいですか？え、服燃えたらどうするんよ。できたー、抹茶さん頑張れ、頑張って、うん、頑張って。頑張ってね。頑張って。パワー遅れたかな。パワー遅れてたらいいね。しましょう、抹茶さんをね。じゃんけん忘れてね、ラジャ。これは頑張れちゃいます。本当頑張れるかな。リンリンって優しいよねって。初期の頃不安が、ファンが心身写真撮ってなかったらわざわざ止まって撮ってくれたってこと。優しい。今日もこの、そう覚えるよ。今日も頑張るよ。というわけで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。ランキング見ます。今日はポニーテールをする配信でしたね。13位は高一さん、12位はピンク亀尾さん、11位は篠田ラットマーク、空の姫大好き、早川オーナーって青、10位はテルビンさん、9位はポロさんかな、8位はワサッピさん、7位はオケイちゃん、6位はリボンさん、5位はナットマーク空の姫大好き、4位はパクチーアットマーク648さん、648ってなの？ありがとう。3位はサッタンさん、2位はドーマさん、1位は S1983 さんでした。ありがとうございます。そうですね、今日はじゃんけんを2回したいと思います。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんブン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 、せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんブン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 はい、2回じゃんけんしました。皆さん今日もありがとうございました。なんか水が違うからですかね、ニキビできちゃうな。その悩み、はい、というわけで皆さん今日もありがとうございました。それでは練習頑張ります。ダンス覚えるね、みんな。それではおやすみなさい。いつもありがとう。みんな後でメール送るのでまた読んでくださいね。それではおやすみなさい。ありがとう。